おはようございます、クワです。今回もですね、前回の動画に引き続き、僕はですね、今バヌアツのタンナ島に来ております。この島自体は、最終日で、15時50分かな、夕方の便で、首都のポートビラに戻っていきます。今の時刻が7時21分ということなので、まだちょっとね、3時まで時間があるので、朝ごはんを食べて、なんかそこら辺で知り合った日本人の方と一緒に、なんか馬に乗れるとこがあるみたいなので、ちょっとどうせならね、時間ぼーっとするよりかは、なんかそういうアクティビティやってみたいなと思って、午前中でまあ戻ってこれるプランみたいなので、それをちょっと堪能というか、馬に乗ってみたいと思います。まあ多分すごい自然の中なんでね、かなり日本とは違った乗馬に、まあ日本でも乗馬はやったことないですけど、まあ楽しい乗馬になるんじゃないかなと思っております。ということでですね、まあ早速朝ごはんから始めたいと思います。では本日も行ってみよう。本日の天気はあいにくの曇りといったところでしょうか。なんかあんまり太陽が差して、サンゴ礁が輝いてといった感じじゃないですね。では早速朝食の会場に向かいます。はい、というわけでですね、朝ごはんを食べて戻ってまいりました。今時刻は8時ぐらいです。ちょっとね、チェックアウトはね、先にしなきゃいけないんで、荷物をまとめたりとかしたりして、ちょっとね、時間まで余裕があるのでゆったりしたいと思います。でこの後はね、先ほども言ったようにツアーに参加、馬に乗るホースライディングツアーに参加します。馬、なんていう名前なんだろう。ホースライディングツアー、島の中をぐるっと一周するツアーでした。普段はね、サンセットの、夕日を見れるらしいんですけど、今回は午前中なので夕日はなしで参りました。なかなかね、馬に乗るっていう経験なかなかできなくて、日本でも乗れるんでしょうけど、かなり楽しいですよ。なのでぜひ夕日のね、ところで見れる時に参加してみてはいかがでしょうか。ではランチ食べたいと思います。さらばホテル。空港です。今チェックインを終えて待ってます。1時にチェックインしたんで、あと1時間半ぐらいはあります。特にね、何もないちっちゃな空港なんで、本当に何もないと思います。着いた時と同じように何もない空港なんでね、本当にやることないです。ただぼーっと待つぐらいしか方法がないです。でもとってもいい感じの空港で、とてもいい感じの空港で最高です。というわけで、今からデパーチャーの制限エリア内に入ります。はい、To be departure tax here?国内線は200バーツというわけで、制限エリア内です。
のエリア内といっても何もありません。ただ荷物が置けるぐらいです。本日のお宿はここらしいです。あ、まあでも狭いっちゃ狭いけど、ルームキーを入れないと電気はつかない仕組みみたいです。あ、これで部屋の電気がつきました。ちょっと怖い絵ですね。はい、ということでですね、ルームに着きました。まあここからね、多分見える景色もオーシャンビュー、こんなとこ予約したっけって感じで、かなりねいい、まあ共用のオーシャンビューなんですけど、綺麗な感じになっております。モーリングホテルで、まあトイレはまあ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 いつも通りですね。こんな感じで、まあ空きっぱなしで洗面台があり、で最後にシャワーですね。シャワーカーテン、簡易的なものでくくられていて、まあ普通にシャワールームみたいな感じになっています。アメニティもなんだ、シャンプー、バヌアツシャンプーとバヌアツコンディショナー、バヌアツソープとバヌアツソープ、これがついてきてるみたいです。でまあタオルとかも普通にあって綺麗そうですね。はい、ということでですね、ホテルに到着して一通りも部屋を見たところではありますが、ちょっとですね、今から日本人の方とね約束して、肉、バヌアツビーフをね食べに行くなんていう話もしてるので、ちょっと連絡取ってね、バヌアツビーフの方に、向かってみたいと思います。今ですね外に出てみました。まあホテルの部屋からベランダから出て、かなりいい感じの夕日とゴロゴロできるポイントが揃っております。ここ泊まるのめちゃくちゃおすすめです。まだ30分ぐらいしか滞在してないですけど、おすすめです。というわけでですね、ポートビラで事実上の最初のご飯を今から食べに行きたいと思います。ステーキグリルハウス、生肉がその場で焼いてくれるみたいなお店らしいのでね、ちょっと楽しみです。どんな感じになるんでしょうか。ではここからですね、タクシーで、まあ、10分弱ぐらいなので、もうタクシーでピッと行ってピッと帰ってきたと思います。これどうでもいいわ。Thank you。おー、自分で焼くタイプね。こうやって石の上で焼いて味が変わるんだろうか。
というわけでですね、ステーキ&グリルを食べ終わりました。ストーングリルですね、面白い感じでした。今回はですね、この後カババーというバヌアツの特産のバーに行きたいと思ってます。Like this. 3450. はい、というわけでですね、ステーキ、ストーングリルステーキを食べ、その後にですね、なんかちょっとノリで、カババーっていうなんかバヌアツの伝統的なね飲み物を飲めるバーがあるよみたいな話になって、そこにちょっと寄って、戻ってきました。正直ですね、カババー今ちょっと写真を、見てもらったと思うんですけども、なんか泥水みたいな、木の根っこというか、なんかそのルーフプラントっていうのをなんか使って、作ってる、まあアルコールじゃないけど、なんだろうな、ちょっと麻酔みたいな、とってもあなたの体にいいよっていう風に言われたんで、まあ、30分にその地元の人とかは30分に1回飲んで、まあなんかそれを繰り返してみたいなことをずっと繰り返してるみたいです。なんか飲んだ感想はちょっとなんかな、この舌自体がちょっと痺れるような、ちょっとまあなんかあの歯医者で歯茎に麻酔やった時のような感じが舌全体に広がって、なんかちょっとこれからどんどんゆっくり効いてくるよ、スローモーションに全部がなってくるよって言ってたんで、その前に動画撮っちゃうと思って動画撮ってます。で、まあ、あの本当に一杯しか飲んでないんで、全然だと思うんですけど、なんかちょっと初めての感覚で本当にこれ大丈夫みたいな、やけにアウトローな世界に入っちゃったなみたいな、感じのするバーというか、もうなんだろうな、バーっていうかもう本当にスラム街みたいな言い方あれですけど、そんなような場所で出される感じでした。で、まあちょっとね、別にこう明日とかこれ寝て起きてすごい回復してるとかなったら、ちょっともう正直もう一回飲み行きたいなぐらいの感じなんですけど、別にめちゃくちゃまずいとか吐いちゃうほどまずいとかそういう感じではなかったんで、まあ機会がある方はね、ぜひ一度トライしてみるのはね、手だとは思います。なんか本当に人生の経験が広がっただろうってガイドさんにも言われたんですけど、まあ確かに自分の中の概念というか、そういうものがちょっと一つ壊れたような気がします。で、まあステーキもね、かなり美味しくて、自分で焼くタイプだったんで、自分の好きなようにね焼いて食べれたんで、かなり美味しかったです。ぜひね、ここも、機会があれば皆さんぜひ行ってみてください。で、往復のタクシーはこの時間に戻ってきてとか、この時間にちょっとこっち寄りたいなとか、この時間に、もう一回ここに来てとか、そういうことを言って言い放題というか、そんなにはあれですけど、まあ自分の中でどうやってこうプランを組むかによってあれなんですけど、まあそのステーキ行って、カババー寄って、友達をホテルまで送って、僕の自分のホテルに戻ってくる、それだけでまあ1600円とか、日本円にして1600バツとかだったんで、まあいろんなとこ寄ってくれるし、いろんな情報もくれるし、話もいろいろしてくれたんで、かなりね楽しくて、まあ、別に1600円ぐらいだったら別にもういいかなっていう風な感じになっちゃうタクシードライバーさんでした。まあもちろん当たり外れはあると思いますが、かなりねいい感じの人でした。まあカババーが本当に暗くて、正直何も取れてないんですけど、明日すごい回復することを祈って、今日はちょっともう寝たいと思います。それではね。